司法書士の受験生特に女性が多いんですね合格者でも女性が多いこれは他の資料の中でもですね女性の割合が多いというのはデータとしても表れているんですが特に勉強中から言いますと家事や育児この隙間時間これをうまく使いながら特に講義はウェブでも講義受けられますし DVD でも受けられますのでそういった意味において何度も何度も繰り返しをしながら実際の受講生さんでも家事をしながら あね、ウェブで講義を流しておくだとかそういった形でながら勉強でしっかり講義を消化していくとお隙間時間を積み重ねていただきたいというところになりますでさらにはですね合格後なんですが、えー、自宅開業も可能で実際お母さん使用書士の先生方、えー、自宅開業をして、えー、家事・育児をしながらまだ子どもが小さいうちは自宅開業という形で、えーね、あのそれほどガツガツするわけではないただ子どもがそこそこ、ね、手を離れてからはあその後おねそこそこがっつり行きましょう。 みたいな形で、えー、戦略立っている,方いる方もいらっしゃいますので、えー、ぜひですね、えー、一生のライフランニングといたしまして、えー、ねあのー、頑張ってるお母さん働いてるお母さんかっこいいとおねあのー、絶対お子さんに思ってもらえー、ると思いますので、えー、そういった意味でねお母さん受験生としてもおねあのー、チャレンジされている方非常に多い資格です、えー、実際私の生クラスの中でもですねお母さん受験生毎年大勢の方いらっしゃいます、えー、ぜひねあのこの環境でチャレンジしていいのかなと思われる方いらっしゃるかもなんですが。 えね、あ家事育児をしながら一発合格された方もいらっしゃいますので是非、えー、皆さんお母さんのチャレンジお待ちしております。